夢の子供たち作品43は、エドワード・エルガーが作曲した小オーケストラのための楽曲。この作品は、エルガーの名声と人気が絶頂に達しようとしていた1902年に書かれた。小曲を作曲して生活費を稼がねばならないことに、不平すら漏らしたエルガーとしては珍しく、移植を受けての仕事ではなかった。音楽評論家のマイケル・ケネディは、 エルガーが1898年以来取り組んでいたチャールズ・ゴードンを称える公共曲から未使用の素材を転用したのではないかとする説を唱えている。二つある楽章はいずれも公共曲の楽章としての体を成していないが、それは小規模な部分ごとに作曲を行い、その後全体に統合するというエルガーの習慣でもあった。ソーフとパートフは当初1902年に、 ロンドンのジョゼフ・ウィリアムズ社から、その後1911年に、マインズのショット社から出版された。フランス語の、アンファンツ・ディ・ウン・レーブという題が掲げられ、その下に、と英訳を掲載した上での刊行であった。過去に、愛の挨拶を、サルーダムールとして出版した際と、同様、エルガーはフランス語のタイトルの方がよく売れるという、出版社の意見に同意したのである。 検定は行われていない。初演は1902年9月4日、クイーンズホールにおいて、アーサー・ペインの式で行われた。この作品は、チャールズ・ラムが1822年に出版した、エリア随筆中の一編、ドリーム・チルドレン、エイ・レブリーから霊感を得ており、エルガーは楽譜に、下記のようなエッセイの抜粋を書き入れている。エッセイは、開業なしで4ページ以上に及び、 無双が繰り広げられる。アリスとジョンという小さな者たちリトルワンズを呼び、キーババのフィールドと彼女の家のこと、そしてもう一人のアリスに対する彼自身の求婚、願い、やがて訪れる絶望が語られる。アリスという名前はエルガー自身の人生においても重要であった。彼が親しく交際する中で数々の霊感を得たアリス・スチュアート・オートリーのみならず、 彼の妻もまたアリスであった。ただし、エルガーとスチュアート・オートリーとの出会いは1902年であり、両者が信仰を深めるのはさらに数年後のことである。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニ4、ティンパニ3、ハープ、弦語部。二つの楽章からなる。アンダンテ12、8拍子と単調1小節の導入の後、 クラリネットが穏やかな旋律を奏する。フレイ1中間部では、フレイ1を変歩蝶々へ移すが、再び途端蝶へと戻り、最後は最弱音の中に消えるように終わる。アレグレット・ピアチェボレさん、八拍子と蝶々前奏を置かず、クラリネットが奏するフレイ2に開始する。フレイ2爽やかな調子で進み、中間部では、オーボエとクラリネットによって、 新しい戦律がそうされる。フレー3フレー2が回帰し、その後フレー3を振り返るなどして一度終了したかに思われる。しかし、暗段で12、8拍子と単調となって、フレー1が現れ、静寂の中に全曲を締めくくる。注釈主典。ありがとうございます。